この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。食事や身の回りの世話は、今まで通り柴田さんに来てもらうから、何も不自由を感じることはないはずよ。レッスンも引き続き、桜井先生に見てもらいなさい。とはいえ、担当を変えても全然構わないわ。自分が教わりたいと思った先生の下につけばいい。あと、進学先の方も大丈夫よ。試験の日程は追って連絡が来ることになってるから。それじゃあ、元気でね。カズさん、分かってちょうだい。今のあなたを連れて行くことに意味はないの。夢か。なんだよ、もうひどい寝覚め。水。あれ、どこ？北原。おや？ああ、くそ。もう少しだったのに。最後の小説のところをとちった時の悔しさは、試験で満点を逃した時の悔しさに似ている。まあ要するに、悔やんでも悔やみきれない。夜中の4時から始めて、もうそろそろ5時間になる。それでも一度たりとて最後までノーミスで通せない。それでも。うまくなったよな、俺。かなり上達したって実感できる。何しろ、1回の演奏でミスが。へえ、ミスが5箇所ってのはうまくなったうちに入るんだ。ミスが5箇所くらいに抑えられるようになってきたし、それも素人でも気づくレベルで外してるし、ここで満足されても困るんだけど。で、今困ってるのはこっちだっての。起きてきちゃダメだろ、トーマ。俺の自己満足にきっちり水を差したのは、俺が1時間ごとに水差しで水を与えていた病人だった。平気だって、もう熱も下がったし。そんな一目見てわかるような嘘はやめてくれ。お願いだから。うん、相変わらず顔は赤く、目は潤み、額にはびっしりの汗。壁にもたれ、立っているのもやっとって感じで、ここに降りてくるまでに力を使い果たしたってわかる。悪い。ちょっと触るぞ。なんてことするんだ、この変態。額に触れたくらいで憎まれ口を忘れないところは相変わらずさすがだけどな。まだ38度以上あるな、これ。だから寝てろって言ったのに。なんでそばにいないんだよ。お？さあ、リビングに戻るぞ、トーマ。歩けるか？冗談じゃない。戻ってたまるか、トーマ。こんな下手くそなギター放っておけるか。どれだけ粘ってもあと2日しかないんだぞ。ちゃんと練習するから。もう少し俺を信用して。だって約束した。私が弾けるようにしてやるって。ああ、これはダメだ。何かのきっかけ、高熱か薬か、その両方のせいか知らないけど、トーマが気管棒になってしまった。今までの狙った理不尽とは違う、本気で素でむき出しの感情で。やっぱりトーマは寝てなくちゃダメだ。でないと俺引かない。だから顔がほころぶのを抑えるのが辛い。北原、お前ステージ成功させたくないのか？映るから近寄るなって言わなかったっけ？言ってない。言ったけど、間違いなく言ったけど。分かった。北原のしつこさには負けた。ちゃんと薬飲んでおとなしく寝てるから。ここでしかも俺の言いたいことをちっとも分かってないけど、というか分かってて分かろうとしないけど。寝られるわけないだろう。俺今からずっと弾くんだぞ。そんなの意識を失ってしまえば聞こえない。ダメだろそれじゃ。とにかくもうここでなきゃ寝ない。これがギリギリの譲歩だ。布団は？お前まさか私に運べっていうのか？うん。北原のために残ってやるって言ってるのに、なんで私は？うん、怒った？いや怒ってるんだろ。男のくせになんて器量の小さいやつだお前は。怒ってない。全然全くこれっぽっちも怒ってないって。本当か？自分がそれだけ怒ってるのに今さら俺の怒りを心配してどうするんだろう。本当になんというか。だからいい加減袖を離してくれ。服が伸びる。あ、掴んでないぞさっきから。何わけのわからないこと言ってるんだお前は。なぜ反則をごまかすヒールレスラーみたいにわざわざ大げさに両手を上げて否定するんだろう。ちゃんと薬を飲むこと、こまめに熱を測ること、おとなしくしてること、辛かったら正直に言うこと。守れるか？うん。なら朝飯にしよう。おかゆ食えるか？食べるよ。どれだけまずくても治すためだから。ずっと上から目線でゴリ押ししておきながら、この上目遣いの心の底から安心したような笑顔は一体何なんだろう。もしかして一人になりたくないのか？そんなわけないよな。毎日毎日3年間ずっと一人だったやつが。じゃあ布団取ってきたらおかゆ作る。夕べのご飯が余ってるはずだから。なら私も一緒に戻る。10分で作ってくるから、それくらい待ってろ。ないよな。この電話は電波の届かないところにあるか、電源が入っていません。しまった。ゆうべ長電話しすぎちゃったかな。やっぱりまだトーマさん家だよね。うん、こうか。うん、もう一回。うん、次。うん、寝ろよ。気が向いたらな。なんでそんなにじっと見る？気にするな。気にならないわけがないだろう。薬を飲んだらすぐに寝ると約束しておきながら、横になったトーマの視線はさっきから俺の手元へと注がれっぱなしだった。よっぽど俺の技巧が頼りないのか、うるさくて寝られないのか、それともそれ以外の理由なのか。治らないぞ。俺の下手くそなギターなんか聴いてても。そんなことどうだっていい。ああ、続けなよ。邪魔しないから。けど寝てろと言ったのは俺で、教えるって聞かなかったのがトーマで。なのに今のトーマはそのどっちの主張にもな、俺わからんわ。ただぼーっと俺の練習風景を見つめているだけ。聞かせてよ、北原のギター。トーマ。その視線を受け止めるだけでこっちとしてはいつもの数倍の緊張を強いられるってのに。じゃあせめて目閉じててくれ。いや、トーマ。煮え切らん二人だな。まだお前を続けとるんか、しかも。せつな、次視聴覚室だよ。あ、ごめんなさい。すぐ行くから。大丈夫だよね、トーマさん。絶対に治るよね。信じてるからね。いろんな意味で。含むね、含んでくるね、いろんなことを。38度3分。お、だいぶ下がったやん。熱だ。ネタはいいからまだ寝てろ。それにもし起きてきても今のトーマなら力ずくでなんとかできる。ひどい男だな、北原は。時折弱気を覗かせながらも全体的には俺への罵詈雑言は衰えぬまま、トーマの病状は夕方になっても、一進一退ってところだった。今夜は何がいい？そろそろ汁物以外も食べられそうか？大丈夫、少しお腹空いてきた。辛いものでなければ大丈夫だと思う。横になってるし、薬も食事もしっかりとってるし、本人も治す意欲はいつもの生活態度以上にあるんだけど、それでもまだ熱は下がらない。治るのは明日か明後日か、それとも週明けか。後ろ2つだったらもう致命的というボーダーにはとっくに来てるんだけどな。あとドーナツ食べたい。フレンチクルーラーの生クリーム入りのやつ。治ったらな。今夜はプリンにしとけって。ならビッグサイズ、シロップのついてるやつ。デザートの指示だけはやたら細かいな。今頃は体育館でリハーサルの時間だ。昨夜のうちに竹谷に頼んであるから不参加とか失格とかにはならないだろうけど、ただ少なくとも俺とトーマはぶっつけ本番で挑まなくっちゃならないことは確定だ。じゃあヘルパーさんに伝えてくる。久しぶりだって張り切ってたぞ、あの人。そういえばもともとおせっかいな人だったな。どこかの誰かほどじゃないけど。そろそろ決断しなければならないのかもしれない。トーマの体調を優先するか、トーマの諦めないという気持ちを優先するか。そっか、未だ回復せずか。うん、さっき電話したらヘルパーさんが出て教えてくれた。月曜と木曜の週2日通ってるんだって。お手伝いさん付きの大邸宅で悠々自適に一人暮らし。さすが當間陽子の娘。でも好きで一人暮らししてるようには見えないな。當間さん本当は寂しいんだと思う。俺は大学入ったら絶対に一人暮らしだな。たとえ家から通うより遠くなっても。出ないと彼女連れ込めないもんね。去年部屋でいい感じになったところでおじいちゃんが倒れて大変だったんだって。君にその情報を流したやつに伝えてくれ。くたばれ春樹って。でも飯塚君が家にいたから無事だったんでしょ。よかったじゃない。ネタでも冗談でもなさそうなのかな。ん？何？間に合うのかなって。もう本番あさってだぜ。なんとかするよ當間さんなら。當間が回復したとしても春樹が2日もロスした。本当に弾けるようになってるのかあいつ。絶対に大丈夫だよ春樹くんなら。本当に全然隠さないのな。あいつの方は必死でごまかしてたのに。ん？何？あさって頑張ろうな。俺は舞台袖でシンセいじってるだけだけど。ほんと私たちの生命線だよね。今までありがとう飯塚くん。そしてあさってもよろしくお願いします。そんなあまりにも心が洗われるコメントはやめてくれ。春樹に対する憎しみだけが湧く。はい、次軽音楽同好会お願いします。よし俺たちの番だ。行くぞせつなちゃん。おい音響のリハ始まるぞ。みんな呼んでこい。え本当に歌うんだ小木曽さん。うわマジかすっげえ。始めるのちょっと待ってくれ。俺部室からデジカメ取ってくるから。アホか時間押してんだよ。そんなわけわからない理由で待ってられるか。見せもんじゃねえってのに。少なくとも今日は。広いね。お本番はさらに満員の観客の前だからな。今ここで圧倒されてたら勝負になんないぞ。ほら立ち位置とかちゃんと確認して。ああそうだせつなちゃん、リハ終わったらちょっと付き合ってよ。え大丈夫だって何もしないって。あじゃなくて衣装合わせ本番用の。ステージ衣装なんてあるんだ。そんな無理しなくてもよかったのに。探そうもプレッシャーあったんだぜ。何しろ2人とも素材が半端じゃないから。プレッシャーか。まあ貸し衣装だけどずっと前からいろんな店駆け回ってたんだよな柳原智人。あらせつなちゃん？え？どうしたの？今になって緊張してきた？おーい。大丈夫。大丈夫だよ、きっと。みんなが一緒なら、私、頑張れるから。それじゃあセッティングできたら始めてください。ああせつなちゃん。何？ギターもキーボードもいないけどとりあえずシンセに合わせてやってみる？だからリハーサルちょっと歌い出しだけでも。あ、そっか。マイク準備できた？ごちん始めていい？やるの？今からここで？あのさ、あれ、今日メンバー揃ってないんだ。演奏なしの段取りだけで頼む。なんで？竹谷、お前出し惜しみすんなよ。こっちはこれが目当てでいやいや手伝ってたのに。お前帰れ。いや、こっちは時間短縮できるからいいけど、本番一発勝負で大丈夫か？大丈夫、なんとかしてみせるって。もしかしたら本当になんとかしてくれよ。頼むぜハルキ。37度8分。お、もう少しだ。そうだな、もう少しだ。よしよし。そんなに興奮するとまた熱上がるぞって突っ込もうかと思ったけど、今はそのモチベーションの方が大切な気がした。今こそ病は気からという格言を心の底から俺たちに信じさせてほしい。とりあえず昔の人にそう願っておく。治ったら柴田さんにもお礼言っておけよ。トーマのことすごく心配してたぞ。分かった。今度来た時に。見た目も中身も近所の世話焼きで話好きなおばさんそのもので、頼みもしないのに契約にない料理の腕を振るってくれた。でもどうしてなんだ？何が？もともとの契約じゃ毎日の食事込みで面倒を見ることになってたらしいじゃん、あの人。やっぱり近所の話好きなおばさんの中身通り、一緒に洗濯物をしながら遠間家のいろいろな事情を事細かに話してくれた。まあそういうところがトーマを遠ざけてしまったという可能性もなきにしもあらずだけど、しかも柴田さんだけじゃなくて、ピアノの先生もかかりつけの主治医も米屋も酒屋も保険の人も全部切っちまったって。何しろ俺とすごく話が合ってしまうくらいの、介入好きだ。なんでだ？音楽家辞めたのと関係あるのか？寝る。そっか、分かった。いつもみたいにしつこく食い下がらないのか？今日ばっかりは回復が優先だから。あったかくして寝ろよ。ああ、氷枕は後で変えておくから。気分が悪くなったらすぐ言えよ。もし俺が寝てたら叩き起こせ。踏んづけてもいい。北原。あと、ギターがうるさかったら言ってくれ。音を消すから。あのさ、おやすみ。ピアノやめようと思ったんだ。おう。あの人の娘でいることやめようと思ったんだ。北風と太陽って童話のことは子供の頃から知ってたはずだった。でも本当の意味を理解したのは多分この時が初めてだったんだと思う。當間陽子と當間和沙の決別は表面上はそれは和やかに話が進んだらしい。母が海外に活動拠点を移すのは能力的にもキャリア的にもごく自然な流れで、娘もそんな世界に羽ばたく母を誇りに思っていた。だから母は娘が不自由しないよう最大限の配慮をし、普通の家庭なら過保護とも言えるくらいの衣食住とお金と教育と人材をあてがった。けれどつまりそれは、母は娘を自分の新天地に連れて行かなかったということ。一緒に暮らす選択肢を最初から排除していたということ。どうもね。才能がなかったから切られたらしいんだ、私。まさか。はっきり言われた。私を連れて行くことに意味はないって。例の夢のやつか。こういうお互いの思いがすれ違う話ってのは、大抵双方の言っている意味が結構大きく食い違ってたりする。かっこ悪いけどさ、それまでの私って當間陽子が目標で先生でライバルで全てだった。ただだからって両方の話を聞かなくちゃ何とも言えないなんて無難で凡庸的な正論を今ここで言うつもりなんかなくて。だからさ、そこまで相手にされてないって分かった時、なんていうか、いろいろとバカバカしくなったっていうか。だって勘違いだろうが聞き違いだろうがすれ違いだろうが、彼女がそんな時感じた衝撃に嘘なんかあるはずがない。本当はね、あの時の自分は不幸だったのか、あの人のしたことは間違ってたのか。當間のお母さんは當間を悲しませたことに対して罪がある。彼女を世間的に悪い子にしてしまった責任がある。だって親なんだから。なんか違わん？ただ、どうしようもなく気に入らなかったんだ。それだけだ。けれど。さ、お前。ピアノがうまくて綺麗なこと以外は、普通の人間だな。そんなことを口に出して肯定するような恥ずかしい真似なんかできるわけもなかった。何よ、それ。いや、そんだけ。国際的な装飾に騙されてるけど、結局はただの親子喧嘩かよって。そんな風に言われると、今までの私が全否定されたみたいだ。いや、普通否定するだろう。俺が知ってる當間は、春からの半年間だけだけど、それでもお前、周りに迷惑かけすぎだと思ったぞ。じゃあ、北原は筋金入りのクズだね。そんな私にここまで迷惑かけるんだから。誰かにかけた迷惑は、別の誰かに恩返しすればいい。そうやって回り回って、世界は成り立つんだ。そんな見かけだけいい話でまとめようとするな。お前が最低な人間だという事実は変わらないぞ。お前こそ最低だな、當間。人に責任をなすりつけるなんて不良のすることだ。お前と話してると人生バカバカしくなる。バカバカしいんだよ、本当に。かもね。誰にでもいろんな事情がある。家のこと、家族のこと、友人、友達のこと、人と比べて自分を慰めたり、余計に落ち込んだり、あがこうとしてかえってドツボにはまってしまったり。そんな誰もが持ってる自分だけの事情って、本人的には生きるか死ぬかの問題だと思ってても、傍から見ると実は大したことなかったりして。だからさ、トーマ。土曜日は楽しくやろうぜ。北原。それは無理やりこじつけた強引な話題の転換だったけど、呆れ半分疲れ半分でだけど寂しさだけは、かけらも感じさせない、トーマが嬉しくて、お前の母さんだけじゃなくてみんなを喜ばせてやろう、あっと言わせてやろう。確かにあっと言うだろうな、素人の思いつきのあのむちゃくちゃな構成だと。そんなにおかしいかな、あれ。何か一つでも楽器やり込んだやつなら、嫌味で器用貧乏なピエロだって毛嫌いするだろうな。そっか、それは残念。でもあいにくと、今回俺たちが本気で相手にするのは素人だ。え？単純に面白いことを一番面白がってくれる、一番素直で一番怖い相手だぞ。俺たちが立つのはお祭りのステージであって、コンサートやましてコンクールの会場なんかじゃない。お金も出してない、暇じゃないかもしれない、ましてや音楽なんか好きでも何でもなく、ただ人数合わせで動員かけられているだけかもしれない。そんな奴らを振り向かせられるのは本物の音、それともコミックバンドのパフォーマンス。そしてあいにくと俺には本物の音なんか出せるわけがない。ビビった？元アーティストとしては腕が鳴る。久しぶりに楽しくやれそうだ。今のトーマならそう言うと思ってた。だから早く寝て早く治せ。うん。そして次に目が覚めて、その時もしも熱が下がってたら、ん？あの曲やろうぜ。気づいてたのか。お前にあの詩を流したやつに伝えてくれ。くたばれ竹谷って。我ながらいい曲になってるぞ。やっぱり私って天才かも。だいぶ薬が効いてきたみたいだな。かも。今からうるさくするけど気にしないで熟睡してくれ。外れた音は聞こえないたちだから大丈夫。おやすみ。うん。よっと。なあ、北原。うん？小木曽と付き合うのか。え？トーマ？うん。あ。うん。おやすみ。